バンフェーズもう一人増やし、もう一人どころか2人、合計6オペ、なんなら8オペ、なんかその役割ごとにバンできるようなシステムとかでいいんだと思うんだよな。割役、サポート、ソフトブリーチャーみたいな。まあでもいずれにせよ割役じゃねえや、バンオペの数は増やしてほしいっすね。そろそろ。Oh no! 典型的なやつ。それはやばい。なんか正面突破以外もう戦略がないぐらいに正面にしかいないんだけど、危な。正面にしかいなかった。新機能、ああ、マップ版機能はなんか予定はされてるらしいっすね。実際に出るかわかんないけど。最近文字使わなくなった？そう。意外とみんなが使わなくなったおかげでね、たまに使うと結構ドローン取れるんだ。
まあ、結局モジュもね、長方形オペレーターだし、C4 持ってるし、まあ、ショット感がなくなったから昔ほどではないけど、たまに使うと強いんだよな。あと武器が強いから。けどこれ今回 W 攻めかな。椅子の方に入れといてほしいんだけど、やべえ、カメラねえから情報が取れねえ。いや、音的に入ってるな。最悪。エコー大会ではバンなのにクラッシュの時みたいに使えなくなってないんだ。そうなんですよね。グローバルバンとか言いながら全然ここに存在してるっていう。なんでってなんで、だから俺グローバルバンなの知らなかったし、クラン戦やるまで。グローバルバン括弧別にみんなが使っていいよみたいな。大会はダメだけど、まあ普通にプレイするならバグなんていつものことでしょうみたいな。ふわーん。クラッシュで発生してるやつほど深刻じゃないから。いや、エコードローンが壊せないわ。こいつだってプラントのディフューザー止めれるわけだし、普通にゲームが崩壊するレベルだと僕は思うんですよね。
ああ、それ早まらないで欲しかった。怖かったよー怖かったよまあ地下でも2階でもまあサッチャーがいれば楽だろう。音がしない。上か？下だ。ああ。バンディットが見えないな。リスキルしようとしてる。ここの0秒リスキルかわかんねえけど、それやべえよな、最近流行ってるけど。一生リスキルの問題を解決できない UBI さん。なんもね、ADS も。ああ、でもショックはヤーマンはいるんだ。火花が全然裏にいるんだよな。そもそも悪気なさそうだな。あれだ、我が道を行くタイプだ。見えない。ちょうど英国の橋。いやー、割ってくれなかった。正面割れれば全然だと思ったんだけどね。いやー、これはマーベリックを練習しろということなんだろうか。マーベリックな、ソロランクにはやっぱりマーベリック強えよな。一人でもうバンディットだろうが、カイドだろうが、ミエトだろうが関係ねえからな。これで2回ですね。まあ、今回はエクオもバルキリーもね、小法廷モリモリなんで、IQ で、チュンチュンしながら。バーナーマスター初代と2代目がチームにいますしね。まあそのなんかみんなもうバーナーマスターがうちのチームにいっぱいいるからこそあんまり使いたくない感はあるんだよなそれゆえにあんまり使いたくないなって思ってるけど、マーベリックがなんだかんだ一番使い勝手がソロランクだといいのがちょっと悔しい。何？ああ、ワマインのあれか。
全然カメラ見てるやつっていねえよな。GG。 ジジ。いや、なんとか勝てましたわ。7-2です。4100あと300。